こんんばんはアップデートの時間です。んんというわけでございまして、先生、はい、最近生配信でこう連続ででいいけていいですね,そうですねやっぱ生でやんなきゃちょっとやっぱりこの迫力が伝わないですね、はい、やっぱね、えー、と思いながらも、今日はちょっと、えー、本気で真剣に考えて、えー、じっくりこの,この国のことというか、まさにこういう話題になると、本当にあのいつも主語大きく国って言いますけれど、うんはい、まあこれは国単位の話になってくるっていう部分でやっぱ今日の防災という。うん もうすぐだから九月1日うちの娘の保育園も今日まさに避難訓練やったりとかしてあ今日、ね、避難訓練やったりさ,、うん、さっきお風呂入ってきまして今日避難訓練やったって話です。ここと細かに言って、うん、おなんかあじゃあ,あれか防空ずきんとかかぶったの <laughs> 防災ずきんって言われましたけどねあ<ー> <laughs> 防空ずきんは今はもうないらしくて ね、でもうそういうふうに5歳の子供でも防災勤っというワードをきちっと言いながらっていう,ふうにやっているんだという、うん、この今のやっているシステムというのは僕は世界的にも結構優秀なんじゃないかなと勝手に思ってはいたんですが、はい、いろんな問題もはらんでいるというふう,な、えー、ふうに今日はお話の中でちょっと伺っないかなといとえ本日取り上げるテーマは、えー、災害大国、日本を救うデジタル活用術とはです。うん、はい まあ、あと災害報道の,、ね、そのお話とかいろいろそうですね、まあ、マスコミも入ってくるんじゃないですかね、はい、デジタルっていうものに、ね、こういうのも、うん、僕らの,、ね、の,のアップデートを含めてニュースピックスとかも入ってくると思うので。はいうん 活用術とはもしくはねさっき、ちょこっとね目黒先生ともしと喋ったんですが、はい、活用、果たして本当にできるのかとか、うん、そういうところも踏まえてですね、うん、ただまあ諦めたくはないですからこんな日本地震とか、はい、もう火山とかのバンバンの国ですからね、うん、そういう中ではやっぱりこれ考えていかなければ避けられない話だと思いいいますはい、いきたいと思います。はい 本日もですねニュースピックスと X のハッシュタグの方でコメント待ちしております <X> はい、コメントが採用された方にこちらのノートをプレゼントしますので、はい、詳しくはニュースピックスのコメント欄をご覧ください,、はい、いはい、それでは早速始めていきましょう、うん、今日取り上げる記事はこちらですはい、日本の防災を世界最,最先端にするポジティブシナリオ はい、えー、有識者とですね、NTT データのエバンジェリストが、えー、産業の未来について語る対談シリーズです。えー、記事ではですね、日本の防災について命を守れ守れる、えー、情報基盤のあり方を考えて整備していく時期になると伝えています。うん、はい、はいえー、続いては本日押さえておくべきポイントを紹介するこちらのコーナーです。 過去の大震災を見るとどれほど人的物的被害が甚大なのか分かります経済をもたらした被害は55億円から16兆円までと自然災害による社会経済的インパクトは極めて大きいものとなっております、はい 大規模災害において約9割もの人がですねデジタル技術を活用した対策が必要だと感じています、うん、防災 DX という言葉も広がっているように情報を迅速に取得できたり災害リスクを予想できたりすることが期待されています、うん、防災におけるデジタル活用の課題には予算や人材の確保が挙げられています特に自治体の場合地域によっては DX を支援する人や団体など補助が必要だと言えます 自然災害は予想できないものであるからこそ情報やです、ね、テクノロジーを使った対策が欠かせませまん今回は有識者の皆さんとデジタルの力を活用することでどのように日本を守れるのかを議論していいいきたいと思います、ね、よくあの地震に限って言うとよく YouTube とかで地震が起こった映像みたいな、はいはい、世界中でこう起こった、ね、あの点でこうババババッってると本当に日本の周りに集中してバーッてなっていて,て。うん で特にああ、ね、あのの、ね、のねね2011年なんていうのはもう信じられない量のーっーッていうなんかそのここで起こったんだっていう、うん、なんでここでっていう漫画「ドラゴンヘッド」でもありましたけどね、うん、このリュウメイクっていうのがあるんだとこうのなんだからこそこれも仕方ないんですよねだからこそ今日の話をこうじっくり聞いてまさにこの防災の日に備えて考えようというそれではこのテーマを議論するのにふさわしい論客の皆さんをご紹介しましょうしどうぞ。 That I ain't gotta keep the flame on はい、よろしくお願いします。えまずは東京大学、あ大丈夫ですか。大丈夫ですよ。今日の4人中あの3人本が立ってるっていうですね。これいいいい解説です。そう、皆さんが。ええ、だから今日見て1時間じゃ分からなかったら本を詳しく見ればいいっいうフォローまでできているというですね。はい。え宣伝とは言いません。はい。はい。えまずは東京大学教授で大学院情報学関総合防災情報研究センター長の目黒基郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 もうこの防災に関してのもう本当にあの権威というわけで目越先生、ね、本番前は少しお話ししましたけれども今日のテーマにもちょこっとなんか思いがあるっていうデータ活用について、えー、もちろんねデジタル技術で何でも解決できるというふうにはまず思っちゃいけないよということとあの、まあ、この技術でもって軽減できる災害とできない災害というのもちゃんと考えた上で。 え皆さんそれぞれ効率的に被害を減らす方法を考えましょうさらには災害が起こった時っていうのはねその災害っていうのはその災害があろうがなかろうがその被災地が潜在的に抱えている課題を時間をぎゅっと縮めてより甚だしく見せつけるっていうこういう特徴があるので。ですから まあ被災地に行って特にお年寄りにどうしたらいいですかって聞くと元通りがいいっておっしゃるけど元通りにしちゃいけないんですよとその災害の機会を起こってほしくないんだけど起こった時には地域の課題を解決する一つの機会としてね有効活用していただきたいそういうところにはデジタル技術が活用できるいろんな素地があるからそういうことを議論させていただいたらありがたいですはいよろししくお願いします。 はいえー、続いては JX 通信社、えー、代表取締役の、えー、米重克弘さんですよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。米重さんはこの報道の機械化、はい、つ,つまりこの AI を使ってアプリニュースコアアプリというのを。はい。そうですね。どういったもの。はい。あの私たちあの報道ベンチャーなんで、はいまあ、普段はいわゆるニュースとかあマスコミとかまあこういったところをと。お お仕事ををすするとことをやってます、はい、その中でやっぱりあの何でもかんでもその機械化というよりはその人間がやる人海戦術でやるというところが先に来るのがやっぱ報道の領域でただ、その報道ってやっぱりこの災害というテーマに対してはやっぱり胃の一番に向き合わないといけない存在でもあるんですよね。 あまり命を守るための情報のライフラインとしてですそうなんですよ機能しなきゃいけないとでそのときにやっぱこれだけその災害が激甚化していろんなところでもいろんな予測不能なことが起きているという状況の中で人海戦術の仕組みでどういうふうにその情報を伝えきれるんだろうか。 やっぱり伝えるべきことをちゃんとこう届けられるんだろうかというところはやっぱ大きな問題あると思っていて、うん、まあこういうところを我々、テクノロジーでまあ例えば SNS だとかアプリから情報を集めてでどこで何が起きたか分析をして報道機関とか政府自治体とかあるいは一般の皆さんにはあのニュースダイジェストというまあニュース速報のアプリなども通じてですね、はい、提供していくというまあこういったあの事業をやっていますわゆる地震報道も含めて、まあ、報道はいかんせんちょっと エモーショナルな部分が強すぎて感情にばかり訴えて重要な情報があって、うん、特に全国規模なって1億3000万人にちょうどいい情報なんかないわけでそうなんですよ、ね、それを個別化していくという意味ではデジタルは必要じゃないかということでおっしゃる通りです、ねえー、そ,そこに言い方変だけど人間の感情が必要じゃない情報もあるんじゃないかということで、はいえー、アプリの中ででこうそういそすね一人一人にやっぱ最適なその防災の情報とかあーその被害の情報って違いますので、うん、それを受けて自分が行動につなげる。 でその結果命とか財産が守れるというまあこういうことにつながるような情報提供そういう仕組みを作っていきたいなと思ってます。はいありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。え続いて防災アナウンサー環境省アドバイスアアンバサダーの奥村なつみさんですよろしくお願いします。よろしくお願いします。いますね帰ってますけど奥村さんだからまさにその三一一の時には仙台の放送局でテ,テレビのテレビの放送局にんですかあの KTV 東日本放送<あ>と。 テレビ朝日あの先代放送の報じ、ねはい、テレビ系列で長いお待ちしましたね。はい、あよろしくお願いします。<laughs> <laughs> まあでもその時はどこにいたんですか。局ですか。とその地震が起きた時は自宅マンション七階にいたんですけれどもうもうあの冷蔵庫の上に載せたオーブンレンジが飛んできて、はい、もうそれに当たってたらまあここにいなかったんじゃないかなというような死の恐怖を感じるような揺れをい、ね、はい。 経験しましまてで仙台の,あの放送局って、まあ、放送局も被災してたので停波、はい、してしまったんですね電波が飛ばせなくなってしまって、うん、なのでこう目の前でこう津波で流されてしまっている方がいる中で逃げてくださいってどれぐらい言ってもどれほど言っても,も届かないという経験をしてやはり災害が起きる前だったらできることがたくさんあるけども起きたら手遅れということで防災アナウンサーということで防災啓発活動をやっております。うういうところで普段はやられてるの そうです自治体さんや企業さんからご依頼いただいて講演をさせていただくこともあるんですけれども、うんうん、あとは全国の学校を回って防災授業をしたりとかあと SNS で防災啓発の動画を発信ししたりしていますあのさっきは、ね、あのエモーショナルをちょっとなんか否定したっぽく言いましたけどそうではなくてきっとまた別の目線でその場にいた人間例えばうちの知り合いでいうとサンドイッチマンとかの言葉っというのはすごい強くてっやっぱりあのあのきに行った日本の言葉っというのはやっぱ日本人に3・11の怖さ、すごさというのをこう。 植え付けたっていう部分もありますし、やっぱりこの経験した部分での言葉っていうのは強いと思いますので、はい、その辺も期待してお願います、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、最後に NTT データ第一公共事業本部モビリティレジレジリエンス事業部課長の安倍沙さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 これはもうアベさんの NPT データの中でそういう防災の危機管理のソリューションを担当、はい。そうですね。あの NPT データの中でですね、はい、まあ防災を注力していこうというところで一つこう結集したようなそういった組織になっています。なんでまたこれも前からあった組織ではあるんですか。 そうですねここ3年ぐらいですね、中長期を見据えた上で、いくつかヘルスケアですとか、あった中力領域の中で、やはり防災というところは、今後、デジタルというところも含めてです、ね、うん、注力すべき領域だというところで、会社としても総力を挙げて、今、取り組んでいるというところですデジタルは防災の中でも重要であるとうそうですね、今までの防災のシステムとなると、業務を IT 化するというところでとどまっていたんですけれども、まあ、デジタル、まあ、DX ですね。 まさにあのデジタル技術が業務そのものを変えていくような領域に今後、発展していく必要があるだろうというところでまあ取り組みを強化しているといったところでございますやっぱりいつ起こるか分からないという本当に一つの結果も含めて、ね。僕、ね、自身も含めるってということですもんね、はい、えだからこそでもこれはビジネスのモデルとしてビジネス的に立ち上がったものではないですよね、もちろん大義がある、社会性があるという。 いやあのこ,この話、いろいろ議論したいところであるんですがビジネスとして捉えていかないと発展性がないというところも当然、あの表裏あると思っております、うんまあ協調すべきところと競争すべきところ、まあ、ちゃんとあの切り分けながらですね、うん、しっかり、まあ、国民の命を守るというところにつなげていく、まあ、持続的につなげていくというところがうう、ね、SDGs もやっぱそこでいつもも止まりまりすすんねねそうで,す、ね、で結局、今ものすごい大きなビジネスになったからこそ広がった部分もあるしそれは前回一かと置いておいて。 はい、ありがとうございます。はいよろしくお願いします。本日の議題としてまず前半では日本が抱える防災の課題とは、はい、えそして後半では災害大国日本を救うデジタル活用術とはについて議論していきます。うん、はいそれでは早速始めていきます。えまずはじめに日本が抱える防災の課題とはについて皆さんのお考えを見ていきましょう。お手元のボードを上げください。どうぞ。こう一旦パンパンパンと紹介した後にゆっくりいきますよね、はい。はい前半です。はい えまず目黒さんですね。はい。災害イマジネーションの欠如、しそして国国難級かっこ級災害になるという覚悟。はい。そして続いていきます。はい。次女<れ>、兄女、姪女で姪女の変調ということですね。<ー>はい。そして続いてはい。誰一人取り残さない。いね、はい。そして安倍さんがえっ、ー、と防災の日常化、フェーズフリー。 じゃあやっぱり、うんうん、ねやっぱ一番最初にこうパッとこう来ました誰一人とも言わな確かにここで一番使う言葉ですけども、はいえー、奥村さんそうですねやはり災害で犠牲になっているのはご高齢の方とか障害がある方とか、まあ、災害時要配慮者と呼ばれてますけれどもそういった方が多く犠牲になっているという現実があります、うん、やっぱりこう自分一人では逃げられないそしてたとえ命を守れたとしてもその先命をつなげないっていう人たちがいるっていう。 でこの問題というのはここにいる全員がゆくゆくはあの要配慮者になってしまう、はい、なので一言ではなくやっぱり自分ごととして考えていただきたいというところもあってこのテーマを選びましたやっぱりもちろん仙台の時もそうですし、えー、現場では結構そういう悲痛の声っていうのはかなり聞いたわけですよね。ですね。 それをこう救助しようと思って犠牲になった職員の方もいらっしゃいますし。今そこから、まあ あのいろいろな対策は進んでるんですけれども残念ながらその津波の被災エリアにあるその高齢者の施設っていうのは3,800ありましてしかもその半数が東日本大震災の後に作られててしまっいいるるう現実もあるんですね、うん、これだけまあその国難級の災害が起きるかもしれないという状況さらには気候危機であの水害も激甚化している中でそういった危険なエリアにまだまだあの自分一人では逃げられないという方たちがいらっしゃる。 もちろんそのあのデータとかそういったものでそれが進むこともあるかもしれないんですけど、やっぱりこの現場っていうのは人力なんですよね。その人を助けるっていうなのでここの課題というのはあの本当に日本全体の課題であり一番の課題ではないかなと思っています。その課題を解決すべきはまずはやっぱり国ってことですか。そこから地方自治体にこう落ちていく意外と一人一人の 例えばその個別避難計画っていう制度ができて誰がどこにどうやって避難させるかその1人では逃げられないかとそれを進めていこうっていうのを国の方で決めてそこからまあ自治体にその制度が下りてきて今努力義務化されているんですけれども結局それを担うののは地域の人々でであったりすするんですねだからやっぱり一人一人の,あの自助っていう話になってくると思うんですけど自助共助の部分で。<laughs> になっていかないとどうしようもない課題でもあるのかなとも思います。うん、ありがとうございます。以上いろいろお話でました。はい。茂、は、木、い、さんいかがでしょうか。そうですね。うん、まああの。 自助、共助、公助で公助の偏重というふうに書かせていただいたんですけれど、要は災害においてその、まあ、公助というのは当然、行政があまず、あ、防災とかあるいはその実際に起きたときの対応ということをしていくと、でそれに対して、まあ、自助というのは自分の身を自分で守る、助ける、まあ、自助と、で共助というのがまあ地域でともにこう助け合っていくという、まあ、共助、まあ、この概念というのは非常に重要だというふうにされているんですけれども、やっぱり我々普段からその、まあ、自治体だとか、いわゆるその災害、 危機管理、まあ、こういう観点で情報提供などを行っていくときにいつも感じるのが結構その控除。 行政の部分に対して、どうすべきだ、ああすべきだという議論がかなり、まあ、非常に多いというのはあるんですね。まあ、わかりやすいんですよね。自治体、何か土砂崩れが起きましたという時に、自治体の対応を遅れました。で、それは非常に問題だ。まあ、こういう意見は、まあ、出しやすい部分ってあるんですけれど。ただ、我々は情報を普段から、こう、一般のユーザーからどんどん集めて、で、それを確認して、報道機関とか、政府自治体とかに出していくという時に。気づくのって、結構、自治体って意外と情報を持ってないんです、ね。災害が起きた時に、どこで何が起きたということ、意外と。 リアルタイムには分かっていなくて結局市民の目が頼りなんですよ、うん、電話で通報を受けるとかあるいは SNS からの投稿情報を集めるとか、まあ、そういったところが頼りなんで結局その市民一人一人が自分の身を自分で守るとか助け合うという意識を持ちながら情報をどんどん発信をしていく。 でその中で自治体もまあ控除という役割を果たしていくという、まあ、そういう形にして、まあ、その控除だけにその役割を押し付けないという、まあ、そういう考え方に立たないと特にこれから人口減少でまあ職員も少ないインフラも手が回らないと、まあ、こういうことになってきたときにやっぱりその防災というところをまあ有効に機能させることは難しいようなというそういうううそ問題意助を,、ねはい、いいを強めていく方法って何だと思っています 例えば地域で私たちもよくやっているんですけれどもいわゆるその実際にこういう情報があったそしたらじゃあどういう行動をするんだろう例えばまさにその一人で避難できない方の話も先ほどありましたけれどそういった人たちに声をかけて例えばじゃあ助け合うとかそういったことを普段から。 話し合っておかなないいと、まあなね、実行できないできすよね、うんまあ、そういったことを実際にこう確認をして共に助け合うということを一回オペレーションとして回してみるような例えば訓練をするとかっていうことを、うん、我々も自分たちのアプリを使いながら自治体と一緒にこうそういう場を作ってあのやったりしていますで我々の場合はやっぱり情報というのがあの鍵になっているので、まあ、そこに軸を刺した活動をしているんですけれど情報に限らずいろんなあの防災の幅広い領域の中でそういう共助を実践していくような場っていうのは作れると思うんですよね。うん はいありがとうございますはいはこ、い、のままの流れでじゃあ安倍さんいきますかあフェーズフリーはい、えー、防災の日常化フェーズフリーというところを挙げさせていただきますはい、はい、まあ防災の意識日本人は非常に高いというふうに言われてますがやはりこう時間の経過とと,ともにですねやっぱり防災の意識が低下するというところはまあ大きな防災における課題になるというふうに思っていますまあ防災の教育と防災の訓練というところもありますがやはり日頃から使うもの 日,日,日常の中にです、ね、防災をしっかり溶け込ませていくという重要だというふうに思っています、はいまあ、いわゆるフェーズフリーと言われているところは日常と災害時そのをシームレスに捉える考え方という形になると思っていますあ<ー>またあの個人だけではなく企業の観点からいくとやっぱり災害対策が今コストというような捉え方をされて、うん、なかなか、まあ、投資という意味では二の足を踏むというところが出てくるかと思います。 まそういった意味ではこの防災に対する投資がその企業価値そのものをですね上げるというようなまこれは社会全体がですねそういった評価をしていくというところが重要だというふうに思っています。まあ、そしてよりですねやはり予防のフェーズ災害が起きる前のフェーズにまあ、予算的なものが多く講じられるようなですねそういったことにこうシフトしていく必要があるだろうというふうに思っています。まあ、えー、結論から言うと可能な限り平時日常の防災システム 社会システムの中の一部として防災が定着をしていく防災のための防災ではなくです、ね、日常からも含めた形でトータルに考えていく必要があるというふうに思っていますなるほど逆にそれが慣れていく、はい、慣れていったほうがいいんですかねストレスが常にずっと僕は本当あの2014年ぐらいまでずっと引きずったあの感じというのを常に持っておくべきなのかあのそれとも。はい そんなことも考えずに結構事務的にというか、はい、あの自然な感じになるっていうことがフェーズフリーってことですか、はいうことですかの問題については実は目黒先生のご意見も聞きたいところなんですが慣れという言葉自体にちょっとネガティブな要素があると思うんですがうん、うん、慣れのその先は要するに習慣化というところになります。な,はい、なので、まあ、習慣化して当たり前のことを言うることだというとこの認識を持つというところまで突き抜ければ。うん えーまあ、そういった、えー、ところで防災の対応力というのは上がるのではないかというふうに思っていいまますす、うん、なるほどあ、はい、ありがとうございますあさは皆さん今、説明されたものが、まあ、この言葉で僕は集約されると思うんだけど、うんはい、まず一つは、ね、皆さんがおっしゃった言葉とこの下の方のの、ね、これから首都直下地震というか南海トラフルの巨大地震は国の存続さえも危ぶまれるレベルの被害になる可能性が高いんですよと。うん これは対応だけでの復旧復興が難しいんですよとそういうレベルになるっていうことの意識が低い、うん、でそれから皆さんがおっしゃったようなことが課題に上がる最大のポイントはねこの上なんですよ、はい、災害イマジネーションがないということねこれは災害とか防災を考えるとき僕らどうやっていつも頭の中で考えてるかっていうと何がインプットで何がシステムで何がアウトプットかって考えてるわけうん、うん、このインプットのは物理現象としての例えば 風水があったらば台風とか降雨量とか地震災害だったら地震の揺れそのものとか津波とかねそれがシステムとしての自分たちが住んでいる地域の地域特性を介して何かのアウトプットが出るそのアウトプットは物理現象だけじゃなくて社会現象も含まれるんだけどそれがある限界値を超えた時に初めてその状況を私たちは災害とか被害って呼ぶわけね。そうすると同じインプットでも システムがが変変わわれば当然アウトトプットが変わる、うん、じゃあシステムってどんなふうなもので決まるかっていうと一つは自然依存の特徴なの自然環境特性っていう地質とか地形とか地盤条件とか土質とかねで一方は人間絡みこれは社会環境特性っていうこれは人口分布とか密度だとか政治経済文化宗教歴史伝統教育とかねその地域の人々の生活スタイルを決めるもの。うん この2つが決まると次に重要になってくるのが時間的な要因で例えば日本のように4つの季節があれば同じ津波が夏を襲う冬を襲う違うでしょ曜日でも違うでしょ一日の中の時間帯でも違うでしょこれをちゃんと理解することが大切で人はね人類は自分が想像できないことに対して備えられないんですよ。うまく対応すすすることがででできないんですよですから この災害イマジネーションの欠,乏欠如というのが全ての対策のベースの大きな問題なんですね。でそれが分かったらじゃあどうなるかっていうと一つは適切な防災対策をする上では一敵を知るその敵は二つ今説明したインプットとアウトプット二つ目己を知るこれは三つ最初の己は自分たちの地域特性システムですね。二つ目は 自分が所属している国都道府県市町村行政の力これを理解してない市民はね何でもかんでもお願いしますって言っちゃうこんなものできっこないで自分の力をちゃんと評価してないと簡単にできることもやんないでいて被害を拡大してしまうわけでこの2つの敵と3つの己を知ってその上で災害イマジネーションがあると今それから今後の自分たちの課題が分かるんだそそしたらその課題を こ,こからが大切ですね。時間空間広い空間と長い時間で方向性をぶれないで示す長い物差しと一方それだけ示しても具体的に何やっていいかわからないから短めの物差しで具体的なアクションと効果を示す短めの物差しこれを合わせて人々を誘導するこ,とが大切でこの短めの物差しは皆さん分かりやすいんだけどそのうちこっちばっかりになっちゃうんだな。 短い方角。そうすると局所最適化になって、うん、これはこれをいくら繰り返しても全体最適化からずれちゃうんですよ。今、これが多くなっちゃってるっていうことが私は危惧していて。長い物差しとのバランスを取らないといかんよっていうことになります。で、それらを踏まえると、今おっしゃったようなことがすべて。 うん、ああなるほどこれが問題になるんだなっていう背景にはこれがないっていうことだっていうことになるんですねもっと想像力を持ってしっき像解像度を上げてきっちりとしかも長く見ていくっていうことその次の僕は、ね、この「覚悟」っていう言葉なんですよ、ええ、この言葉も僕はもう確かにっていうふうに思ったそう覚悟がないところには決断もなければ行動もないでしょ、はい、なるほど,、ね、るほどうん、うん、そうですね、うん、覚悟ですよねこれを決めるのはやはりいろんなところのリーダーとこですよね リリーダーーーダダはは強いいいーーシップが必要ななことは間違いないですよね、うん、国民個人個人人もってことですか、ね、もちろんそれで先ほどのフェーズフリーっていうのはねその防災対策はコストからバリューだそれから、うんえー、時間的空間的に限定的な現象である災害人だけしか活用できないものに対して投資できないか,確かに。これからの防災対策っていうのは平時の クオオリティオブライフ生活の質を高めることが主目的でそれがそのまま災害時にも活用できるんですよっていう有事平時分けないいフフェーズフリーズリ防災ううのをやりましょう、うん、でこれがまあ僕なんかとかうちの学生なんかと一緒にずっと言ってきたのが今ようやく社会的にです、ね、あの市民権を出してきて私は今そういう意味ではああずっと言い続けてきてよかったなって感じで思ってはいるんですよね。 まあ本当によくね僕ら本当に素人なんであれですけどやっぱりどうしても怒るまで信じないっていうバカな人間でございました僕も含め僕はねで怒ってみてああって思うのにたがだが十何年でちょっと薄れてる自分がいるっていうただやっぱり語り部のように伝えていくっていうことも必要ですしでそこにやっぱり覚悟足りないなって思いますか現場的には。どうですかそそもそも備えたい、はい 思っていない人がすごく多いんだなっていう実感があって、はい、あの防災をずっとやってるとなんか備える前提でこう話してしまうんですけどなんか防災リュックありますかとか言っても「えなんか防災リュックって何で必要なんですか?」とか「そんな備えないと駄目ですか?」みたいな質問が返ってくるのでなんか人って備える前提で生きてないかもしれないなっていうそんな感じですね。 防災をリードする人たちはねこれ豊かな災害イマジネーションを持ってほしいで僕はそれを末端の人まで持ってほしいと思って何十年でやってきたけど、うんうん、今彼女がおっしゃるようにやっぱり一般レベルでそれを持ってもらうのは難しいんでですよそそこで私はは発想を変えたのねそれは何かというと皆さんが自覚的に災害イマジネーションが高くないとアクションが取れなくて。 そこが本当に難しくて最初の一本も出ないんだとすれば気づかない間に皆さんの生活の環境の中に災害時にも有効なものがどん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 入ってきて気づけば災害に対して強い生活環境の中で生活ができるっていうふうになるんだったらばそれはそれでいいんじゃないかとそれがフフェーズフリーズリなんですよ平時の生活の質を高めるっていうことで皆さんそういう環境をね生活環境を思考していただいて。 でそれは防災を全面に出してないんだけどでも災害が起こった時あこれを買ってて準備しててよかったねってなるんだったら、うん、それはそれでもいいだろう,そうですね。そういうふうに、まあ、変えてきたってことなんですね。うん、特にこれで僕住宅の番組やってそこでまさにそのいわゆる同級4「東級456」6っていう話になって,きてそれ気密性とか防音とかあと断熱性って話なんですけど、うんうん、僕もつい最近家を作ったんで分かるんですけどやっぱり。 一番最初にみんな削りまずは安く作りたいからとってまず削るのは耐震とか一旦ちょっと置いとこうよみたいな気密性もまあと,とりあえずエアコンを多く作ればいいんじゃんって勝手に思っていくみたいなそれでなんと何度かエアコンを減らし気密性を高めっていうのでもう国が一応東急4から以下をあと3年後ぐらいから違法にしていくっていうか。 で今じわじわ上がっていくみたいな感じで、なんとなくふわあとあと車とかでもぼあのねあのピピピってついてるやつが高かったりとか、でそのあの言ってみれば安全な車がかっこいいっていうの雰囲気にこう今やっとなったじゃないですか。それよりも速くて音うるさくてみたいな方がかっこいいみたいな。今みたいにこう生活の中に実はもうこれは この防災に適しているんだというものがスーっと入っていくというのはビ,、ねね、ビジネスの面からもですねでやはり先ほど言ったコストからバリューというところはあるんですが投資に関しては投資に対してリターンが伴うと防災に関してです、ね、なかなか先ほど言っていつ起きるか分からないという中に対してです、ね、二の足を踏むという話が当然あると思っています。 それはこう正常的な経営の判断だとした時にも、やはりそれを平時も含めてトータルで考えることによってですねそういったところが補完されていいくとううふうに思っていますさっきまさにあのリーダーのお話されていましたがその政府と自治体と企業の各リーダーというのはその防災にどれくらいこう取り組めていると思われますいやあの私も自治体の方といろいろ、まあ、防災を取り組んでいる防災の方はもう先ほど言った覚悟に関しては間違いなくあるというふうふに思っています。はい ただなかなか目黒先生もおっしゃったようにそれをどう浸透させるかというのにかなり頭を悩ましているというところだというふうに思っていますうそうですねこれちょっと話は全然違うから国防はまた違うと思うんですけどいや国防もね重要なんですよ、ね、近い近いもちろん,なんか国防を語るとみたいなところがあって、うん いや、そこは上がやってくれよとか、軍がやってくれよっていうふうに、こう人任せにしているっていう、うんうん、まさ、あ、にあの控除ということですよね。そうですね。ねここばっかりやってるっていう。そうなんですよね。まあ、基本的にやっぱり政府とか行政のせいに。 しやすい存在ではありますよね。うん、やっぱりでそうするとやっぱりまあそこがやってくれてればよくてで自分はそれに対してまあ受け身であればいいという考え方になりやすいと思うんですけれど。うん、でしかもそれを行政とか政府の側からいやあなた方がちゃんと自分で身を守るっていうことも必要なんですよっていうのはちょっと言いにくいなんか風潮みたいなのもありますよね。うんうん、自己責任とか、うん、なんかそう。分かってんだからやってくれてる。うですね。ですね何,で何でもかんでも聞くと思ってるんですよね。そうですね。うん、ただやっぱ災害で時になんか甘くその 行政の控除の手が全部届くっていうことはもうありえないのでやっぱりそういったところに自分でそれこそ,そのイマジネーションを持ってそのいかに取り組んでいけるかっていうことはものすごく重要で我々もやっぱりそういったことをこう触発するような取り組みっていうのを日常的にこう住民巻き込んでやっていかないといけないなと思ってやってますね。はい、結構でもそれをこう細かくくじっっりやててきて 少しずつ変わってきてますかね実感としては。そうですね。例えば、うん、あのまあちょっとずれるんですけど、私たちはあのまあ一般向けにあのニュースアジェンスというニュースソーのアプリあの出していて、はい、でその中であの地震学者のあの沖先生というあの先生と一緒に作ったあの体感震度という実は機能があるんですね。うんうん、でこれ何かというと地震が起きた時にまあその日本人って大体こう震度の感覚って体感的にありますよね、はい、今の揺れって三ぐらいだったかなとか四、うん、ぐらいだったかなとかでそういったのをまあ投稿していただくと。 でそうすると本当に僅かですが、まあ、ポイントがもらえるようなちょっと仕組みになっていてかつその揺れが地図上にこうどんどん表示されるので、まあ、気象庁が数分後にこう震度を出しますとだからその前に大体どこがどの辺どれぐらい揺れたとか。 あるいは道一本を隔てているのに結構揺れが違うんじゃないかとかうそういうことが見てわかるようなよ仕組みというのを確かにあのビルのなんか、ね、波に向かってどう立っているかで全然揺れが違ったりとか地域ありましたね、あの比率の揺れの感じが全然違ったりとか、はい、そうううなななんですよこうなっ,てないっていい、ね、建物によっても違いますし地盤によっても違うんですよね。うんでまあ、いろんな要素で揺れって変わってくるんですけれど普段からそういった形で地震が起きたらあ揺れだということに気づいてなんかそれに対して自分がこう行動しようと。 大きな揺れだったら多分そんなこと投稿してる余裕なくて身を守らないといけないんですけどまあ小さな揺れであってもやっぱりそういったものにこう普段から意識をこう研ぎ澄ま,ませてもらうみたいなことが。 あのできると、やっぱそれに対してこうユーザーがちょっと大きい案件になった時にこう対策が取れましたとか、ああ周りにこう進めて一緒にこう話し合うきっかけができましたとか、うん、そういうこういただくことは結構あるんですよね。うん、そういうあの事情の意識を高めるみたいなことをやって良かった取り組みだったなと思っています。その部分は確実にデジタルが必要な部分ですね。そうですね。はい。はい、ニュースピックスからの、はい、まさに情報について質問が来ているそうですが、うん、出ますでしょうか。はい。 S.N.S. でも情報を集めるこの時代にフェイクニュース対策をどうすべきでしょうか。これね、まさに西郷さんがおっしゃっ,ててったよう角度が違いますけども、はいうん、そうなんですよね。あの今ってやっぱりそのマスコミが一対 N でてこう一対他で情報発信するっていう三十年前とか二十年前と全く違う情報環境になってるんですよね。まあ N 対 N、多対他で誰でも一億そメディア的に情報発信できてしまう時代なので、でしかもこうフェイクニュースのコストが安い。 そうです,、ね、ですよ。もう セセイイとか出てよりその結構強まってますけれどやっぱりどん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 んその嘘をつくコストっていうのが下がっていてでそれを検証するコストっていうのはその,嘘の量が増えるのでもう青天井に増えていくんですよね、コストがかかると。で、そういったときにもちろん我々も例えば生成 AI で災害時にそのデマが投稿されるとでそういったものをこう見抜いてでこれはここで起きた情報ではないよということですぐにこう見抜くみたいなものを我々のあのファストアラートという報道機関とか政府、自治体に提供している。 サービスでやっていてい去年もあの静岡の水害の時にですね実際にこうドローンで撮ったっていうあのなんか水害の被害の写真投稿されたんですけどこれ嘘だったんですよ。それもまあ見抜いてでこれはまあデマの疑いがありますということでまあ周知をできたので、まあ、それを実際に掴んだ報道機関とか自治体とかいなかったんですけれどやっぱりそういったようなものも一定いたちごっこで多分こう。 おそらくこう時には抜かれたり抜き返したりとかっていうことをこうして改善していかないといけないことだと思うんですよねやっぱテクノロジーにはテクノロジーで対抗するしかないんでまあこれは非常に地道な取り組みになるんですけど一つはやっぱりそういった形でそれをしっかりこう防ぐ技術の方にまあ何らかの形でしっかりこう投資をして磨いていくっていう部分とあとはやっぱりまあちょっとこれこの本論とずれてしまうかもしれませんがやっぱり SNS のプラットフォームってかつてのマスメディアとか 報道機関が求められたような報道倫理に近いものを多分求められると思いますのでそういった観点からの対策プラットフォームに対する対策というのも必要かなと思いますすそうですねうん、まあ、果たしてこの、ね、どれぐらいフェイクニュースが害があったのかというかところもちょっとなんかただ単に。 お調子者の方は目立ちたくてやってるだけで、バばっとなってるけど、じゃ、あ本当の被害になってくると、実は小さいのかなって思いながらね。フェイクニュースっていうもの自体は。なんか、あの、ええ、例えば水害で、あの、全然こう、なんか、そこにいない人が、それに騙されて、R. T. しましたぐらいだったら。確かに、その人にとっての被害では少ないかもしれないんですよ。ええ、例えば、コロナって、まあ、ある意味、社会的な災害でしたよね。で、はい、それに対して、こう、ワクチンを、例えば、打たないとか、あるいは、何か、こう、えー、変なことに騙されて、陰謀論にどん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 のめり込んで。 で行ってで自分や家族の命を危険にさらしてしまうというのは現実に起きていることなんですよね。ねえー、だから決してそのまああの人ごとでもないし命や財産でも自分には関係ないというふうにやっぱ思わないというか、そこは本当にイマジネーションがすごい重要な部分かなと思います。なるほどはい。その2011年以降のそのやっぱりあの防災っていうのはどう変化しましたか。うん、例えばツイッターがその時はやはりまあ結構メイン情報源になったりしてたと思うんですけど。 報道する立場として結構難しいじゃないですか？その情報を得るっていうのは結構変わってきました、ね、<今>あの報道の立場から考えると、うん、やっぱりその報道の限界みたいなところがどん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 見えてきてるかな？というような実感もありまして。うん、例えばこうあの水害に関して、あの言うとそのやっぱり線状降水帯というこう局地的にあの？ 雨が降っっててしまってそこがまあ被災していくというような状況になりますけどそこであのピンポイントで逃げなきゃいけない人たちってもう見えてるんですけれどもあのやっぱりマスメディアだと広い情報しか出せないので結局はその受け取り側が自分の判断でどうするかっていうところ。 委ねられてしまうなんかそのやっぱりあのマスに伝えるではなかなかこう命を守れないということが分かってきてしまっているのかなというのを感じます、ね、それに関して言うと、ねはい、2>, 2つぐらい大きなポイントがあってメディアの人たちの災害イマジネーションが低いので、うん、そうすると自分たちが出演した情報が、ね、価値があると思って勝手に流すんだけどでもそれを有効に活用できる人たちがそこにいないという状況がいっぱいあったんですよ東日本大震災は。うんうん でそれは何が欠けてるかっていうとどういう情報は発災からのどの期間どれぐらいの時間帯に誰さんがどういう目的で使うのでこれぐらいの流度精度でその情報が必要ですよっていう分析ができてなかったからなんですよ。そうすると勝手に集めたたのを流すだすになるし、あとはマスコミの人たからなんですよ。というのは,得種はものすごいなかったからなんはすごい恥なわけねそれでいくと。東日本大震災の後を 例えば1月なら1月で、で被災地の自治体が何回あるメディアに載ったかとそれに対してその自治体でどれぐらいの数の方々がオフィシャルに死者・行方不明者になってたかっていうのを調べてみるとね非常に多くの方が亡くなっているのに全然メディアに載ってないっていう地域がいっぱいあったのよ。 でそれを分析して示したんだけどまあ、メディアの人たちはいやこれ先生道路が通ってなかったからとかねガソリンがって言うんだけどそれは実は嘘だったのねそれは何かっていうと他社さんがどっかで彼らのまあの視線から見たときにニュースバリューが高いものだと思ったときにみんなで一斉に行けってやっちゃってるわけ得落ちしたくないからでこれが本当にいいんですかだから例えば同じ横軸に被害を取って縦軸に 例えばドネーションの額なんかを取ると同じぐらいの被害なのにものすごくそのが出たんですよそれで各メディアのやつをぶわっと全部調べてみると某テレビ局の報道の数とものすごい相関が高いとかねそういうことがいっぱい起こってるんですよ。でもう一つ言うと先ほどねあの奥村さんおっしゃったけどメディアってカバーするカバレッジの大きさで。 やっぱり変わるんですよね僕は一番地域のことがよく分かっていて地域の人に個別情報が出せるメディアは何だろうっていろいろゃべた結果、えー、分かったのはコミュニティのラジオですよなのでもう今どれぐらいかな、ね 2>, ね、2年半ぐらい彼ら彼女らと一緒にあのコミュニティ FM の関係者の災害イマジネーションを高めるために<ー>そうすれば 地域のことを一番よく知ってるのは彼ら彼女だからその地域の状況を踏まえて時間先取りの現象に基づいた誘導型の報道ができるんですよ、うん、それをするために毎週番組やってんの、うん、でその人たちをネットワークすると同時にでもエリアがちっちゃいっていうことはね全ての自治体が同じように災害経験を持つってことは不可能なんですよ。だからよそ様の経験をみんなで共有し 自分の地域特性にそれを変換して使っていただけるようなデータベースを作るなんていうこともやってるんだけどそういうことがここれれからら求められることですよそこの中にはやっぱりデジタルの DX 的なものが必要だなという感覚はある。そ はい、ありがとうございます。前半戦はこちらで終了となります。はい、え、前半ではですね。日本が抱える防災の課題とはについて議論してきたんですけれども。はい、後半では、災害大国日本を救うデジタル活用術とはについて。皆さん再びお手元のボードを上げください。うん、どうぞ。あってくれ。活用術ですね。はい。はい,、はいいきます、はい、まず目黒さんが、はい、魅力的な防災、ビジネスへの利活用。 過度な期待は禁物ということですね。はい。続いて、吉池さんですね。はい、予測不能な災害をビッグデータで可視化。はい、そして奥村さんがパーソナライズですね。はい。ハッシュタグパ、パソ。はい、かな。はい。はい、そして安倍さんが、自分ごとかパーソナライズ、一緒の。ごとかですね。自分ごとかということ。はい。じゃあ、パ、ハッシュタグパソ。パソ。パソ。行きましょう。パソボって何ですか。 ありがとうございます、はい、あのこの3月にリリースさせていただいた防災サービスで、はい、あの監修させていただいたんですけれども、はい、宣伝です <laughs> <laughs> 宣伝なんですけれども、はいまあ、この,あのデジタル、まあ、防災デジタルによって、まあ、できることじゃないかなと思って、まあ、パーソナライズということなんですけれども、うん、あの防災の難しさっていうのはやっぱりどこに住んでいるかとかどういう家族構成なのかによってあの避難のタイミングもその、えー、避難の やり方もまたなのですね,ねで先ほどあのメディアではなかなか伝えづらいって言ったのはやっぱそこでマスに伝えたところでじゃあ自分のうちどうやったらいいんだってことがわからないハザードマップ見てくださいって言っても見方がわからないとかそれをどう見てそれでどういうふうな行動に生かしていけばいいのかっていうのがわからないっていう課題があったんですね。でその課題感からあのパソボというあのサービスを作りましてその えー、住所と家族構成を入力するだけで1分であなたの家のリスクそれからそのどういう備えをしたらいいのかというのが分かるようなサービスを作りましたこ、えー、これアプリとですかあ防災サービス、えー、とウェブウなのでアプリをダウンロードする必要はなくて、はい、パソボット検索していただければ無料で診断することができます。これが一番の これを活用することによって、かなり自分の、どうすればいいのってわかると。そうですね。やっぱり、その自分自身が災害が起きた時に、どうしなきゃいけないのかっていうのがわからない。っていうのが、あの課題だと思っているので、やっぱりそこを、このデジタルの力で。変えていけるんじゃないかなと思ってます。だから、それはやっぱり、その。 えっと事前の情報としてあなたの家は危険な場所にありますよっていう情報もですしあなたの家は避難しないとまずいですよっていうのをそのタイミングで教えてくれるようになったらいいなっていう声はよくいただくんですけれどもやっぱりこう同じ情報が来た時に自分でこうどうするかっていうのを判断しなきゃいけない時にやっぱ自分自身の判断は頼りないからそういうあのデジタルの力で。 もうでどっかに逃げてくださいみたいに言ってもらえたらいいなっていうご意見もいただいたりして家族ができた瞬間に急にこれ考えるんですよね、うん、一人暮らしの時全く考えてなかったんですけども家族ができたらもう本当妻と結婚した瞬間からさ何かあったらお互いどとこに逃げようねって話を一回しておくとか、うん、で荷物はあそこにあるよねっていうのをで子供が生まれるとさらに今度1歳と2歳と3歳でまた違うパターンでこう話をしていくっていう、はい、やっと生まれるんだけどじゃあ、いざ一人の場合とか。 忙しい場合とか,なんかそういう場合にはなかなか考えつかないのでなんかより簡単にできるってこれいいですねパーソナライズというのは。自分ごとだとだそうですねじゃあ、まあ、似たような部分があるんですが、まあ、先ほど控除の話もありましたけれども、はい、結局、控除の限界というところの中で,です、ねはい、デジタルを活用しないとやはりパーソナライズな情報というのはなかなか提供するのはできないというふうに思っています。 まあえー、と知った上で行動につなげる、まあ、なかなか行動につながらないというところがですねあのパ,あのパーソナライズ要するに自分ごと化と,として捉えていく情報を提供していくことが重要だと思うんですけれどもやはりあのそれぞれ先ほど言ったように個人の状況が違いますで地域のコミュニティもなかなか希薄化しているといったところも課題にはなっていると思います。で私はは自治体をメインにこうやってますすけど職員の方はですね正直 2人か3人ぐらいしか防災課でしてねあのいないといったところもあってまあ要するに控除の職員の限界があると思ってます。なので一人一人に情報を合った形で届けたいという要望はあるにしても実際やろうと思ったらできてできないできないもうそのマンパワー的なリソースの限界があるというふうに思っていますまあそういった意味でですねまあデジタルが活用できるという考え方になるとこのパーソナライズ非常にデジタルが強い が発揮できる部分だといいう,うに思っています個人の状況であるとか行動というところを踏まえた上でレコメンドができるとか、うん、その数多くのユーザーに対してその情報がリアルタイムに情報を提供できるというところでいわゆるブロードキャスト型の情報提供ではなく個人個人に合った形で提供できるですね受け取った側がそれをちゃんと処理できるという意味でですね、はい このデジタル、まあある意味デジタルが活用しやすい領域としてはこのパーソナライズだろうというふうに考えております。二個出ました。はい。続いてメグさんいきましょうか。ね、はい。アドブ？はい。魅力的な防災ビジネス、ね。これはね、まあ前前半と関係する部分もあるんだけど、はい、日本あの防災って自助、共助、公助でしょ。で自治体もね、我々学者もね。 いやだけど共助が重要でですよって口では言ってて口は言るだけど日本の防災は国都道府県市町村が公のお金を使って彼らが実施するね控除防災だったんですよ。ところが今少子高齢人口減少でしょそれから財政的な制約が厳しいでしょ今までみたいにねのの割合を維持することはこれもう絶対にできないのじゃあその不足分をどうすんのって言ったら自助と共助で補うしかないじゃない。 じゃあ、あ次女と共助って誰なのって言うと、個人法人だよね。うん、なるほど。で、その個人法人に今まではどうやって防災を支援してほしいって言ってたかっていうと。彼らの良き心、良心とか、道徳心に訴える防災をやってたの。の、うん、こんなもん限界なんだ。うんうん、だから、これからは適切な魅力ある。ビジネスにならない限り、サステナブルじゃないんですよ。うんうん、それが先ほど来ずっと出てるようなフェーズフリーとか、そういう考え方なんですよ。うん、なるほど。で、そうやって考えていくと。 今実際に僕はその防災ビジネスの創造と育成っていう研究会をもう20年以上やってるわけで,うん、うん、でそこからは新しいいいい防災ビジネスががっぱい生まれてるんですよ、うん、どういうの今例えば僕の元教え子がやってて、えーまあ、世界的にも有名な防災ビジネスは民間の、まあ、それは金融機関なんだけどああ民間のクライアントの会社の防災対策あるいはビジネスコンティニティープランそういったものがどれぐらいちゃんとしてるかっていうのを エビデンスベースーしくチェックするわけははは僕はそのアドバイザーね。はははで厳しくチェックした結果成績がいいっていうことはどういうことかっていうとあるレベルの同じようなレベルの台風地震に襲われても被害を受けにくい会社だって意味ですよ。と、うん、いうことは金融機関から見たらば信頼性の高いビジネスパートナーでしょそうすると、はい「ミシュランの水星」っていう会社には有利な金融サービスを提供できるっていうロジックが成立するわけ。うんなるほど そうするとその状態はねその民間クライアントの会社からすれば防災対策してることがコストですか、うん、バリューでしょ、うん、でしょかもその条件を継続したいから継続性もおのずと生まれるし、うん、災害があろうがなかろうがその会社に、ね、ずっとバリューが流れそれが社会的な信頼とかブランディングになるわけね、うん、こういう貸し付けが今うんどれぐらいかな2兆8億ぐらいあそういう産業になってるわけよ。 でそれがフェーズフリーでコストじゃなくてバリュー型の防災対策なんですよ従来のコスト型は一回やったら終わり継続性がないやってみたけど結果は効果は災害が起こらないと分かんないっていうものだったものから大きく変わるでしょうでそういうのを思行していくっていうことが大切でそれが今の何ていうのかな課題を大きくブレイクスルー する一つの方法であるし、はい、それをやらない限りこの国の将来の防災はないって僕は思ってるその次のこの過度な期待というのはつまりデジタルに過度な期待はやしちゃいけない,いうそうデジタルだけで何でで何ももかんでも救えるっていうのはこれはそうじゃないよと、うん、例えばおうちにデジタル技術をいっぱい組み込んだからって地震の時に耐震性高くなりますかって話よね。うんうん だからやっぱりハードで一定レベルは守った上でそれが機能して初めてデジタルが大きなプラスを生むんですよっていうことをあのちゃんと理解いただかないといかんってここういういとですねうーん、まあ、パーセンテージとしてはまだ82とかそんな感じですか 9, とかえと、ね、だからその建物が地震で壊れないという条件がクリアされたときにはさまざまな魅力 的なモデルが作れると思うんですよ。はい、ところがものすごい魅力的なモデルを作ってると思ってても、家が弱かったらば、それが機能する前に潰れちゃうよと、うん、せっかくのものも使えないよと、うん、それでいいんですか？と、うん、いうことですね。うんうん、まあでも角ですから、やっぱ期待は先生何でもこうねしているっていう風なところで、もちろんはい。うん でも本当これですね今の分かりやすいビジネスの視点あのさっきも言った車と一緒ですよね、えー、安全な車が高いっていう風な感じだしあの社会性が高い会社は、えー、とても資金が集まるとかまあ SDGs の会でもそうでしたけれどもだからバリューになってったら確かにこの防災がよりみんながやろうだから逆に言うと防災かっけえじゃんっていうお前一防災ってこ,ここだなみたいな感じになればいいっていう価値が変わっていけばいい,いそ、うん、でそうなればねその防災のビジネスが 魅力的で,でしかも社会貢献度はもともと高いわけだし、うんね、ある収入レベルが確保されれば、うん、ほっといたあはそこに若い才能が入ってくるよね。それを国内外の魅力的な市場にしていくそしたら今のままでも今の工場が減る中でも防災が成立するじゃないですか。それをやらなないいいい限りりはもうううままくかあがとうございます、はいそして ヨシヒさんですね。ビッグデータで可視化。あのなんか相反する言葉のような気もしますけどね。速度不能な災害をビッグデータで可視化するうそうですね。はい、はい。結局あの我々そのまあビッグデータっていう一つのまあテーマだと思ってるんですけど、はい、まあ先ほどあの安倍さん小村さんがあのまあパーソナライズっていう言葉を、はい、あの使われてたと思うんですけどそのまあ上流部分に。 あるところかなとうん、うん、必要な部分かなと思ってます。うん、というのは結局そのかつてはそれこそそのま。例えばじゃあ災害時に何かじゃあ情報発信をします。っていう主体もまあ要は読ます。というか、メディアマスコミ。 そうするとやっぱりそれが扱える情報にはあ当然限りが量的な限りがありますしかつそれらが先行する情報にも当然、まあ、先ほどのその得落ちとかあ得だねじゃないですけれども非常にその偏りが出てきてしまうという、まあ、ある意味その構造的な問題があると。ただ一方で今は一億層メディア的な形で一人一人がある意味こう歩くカメラのような形になってでそれでその状況を可視化していって でそのまあビッグデータというのがそれこそ SNS とかアプリとかを通じてまあこう世にどんどん出てきている状態なわけですよね。でそうすると例えば過去なんか災害が起きましたとでその時に出てきたそのデータの集積を使って例えば後からじゃあ夜中にここでこういう水害が起きましたとこの時こういうふうに被害が広がってこういうことが起きましたということを後からこうそのデータを使ってまあそれこそこう またそういうことをトレーニングしていくっていうことも当然できますし実際起きた時には個々人に対してやっぱりその最適な「あなたと近所は今多分こういうことになるからあるいは今こうなってるからすぐこういう行動をとってください」というパーソナルな形での,その行動につながるような。 情報を提供していくっていくととうこともできると、うん、そんな一番やっぱ上流の部分にあるのが世の中にこう実空間リアルの状況をデジタルでその可視化するそのビッグデータだと思うんですよね。ここに関してはまだまだその全然その、まあ、使われていないというかあまりこう行き届いていない部分というのがありますのでそういった部分をしっかりこうそれこそビジネスという形でしっかり防災の部分においても使えるようにして,いてここでだどこに一番こう重要な大きなものがあるんですか、はい はやっぱ日本国なのか自治体なのかどこにこうデータはあるんですここんですす集めるる会社があるんででそうですね例えば私たちだとそ,の、まあ、それこそあの X モンというツイッターですよねとか、はい、あるいは自分たちのまあニュースアプリとかからこう情報を提供する機能があったりするので、うん、そういういところからこう情報を集めてますでその中でどこで何が起きたというふうなことを分析をして例えば報道機関とか政府とか自治体にこう届けるという、まあ、ファストアラートというサービスをやっているんですね。うんうん 例えばのテレビのニュースとかであのよく災害報道とかある時に視聴者提供というクレジットについた、はいはい、映像がありますよね。あれはあのほとんどそのファストアラートを通じて実は収集をされています。るで全くそれと同じものを まあ例えば自治体だったらあその域内の例えば被害の可視化とか、うん、あるいはその,おその後の例えば避難指示とかそういうものをいつ発令しようかみたいなそういうジャッジに使うとかですねいろいろな形でその情報をこう使っていくことができるんです、ね、結構、それはだ、えー、裏取りとか大変ですね。大変ですこ、ね、れはさっき言ったフェイクニュースに関してはまさに一番ど真ん中考えなきゃいけない、えー、そうなんですが今おっしゃっているのはあのその問題を内在しがちなご説明なんですよ。うん 僕なんかが新しいタイプとしてやってるのはねツイッター上これはもう十何年前にね山陰で大雪が降った時にツイッターがいろいろやり取りしてるなんていうことを最初に防災で研究したのが僕らのグループなんだけどで個人の人たちが防災の専門性が低いからそのツイッターのやり取りはああでもないこうでもないああでもないこうでもないってしか言ってないわけ。でそれに対してあああるるる一定レベル以上のの災災害あるいは防災の知見があると 今後どういった事柄があなたたちにとって厳しい条件としてあなたたちの環境に降ってくるから先取りでこういう情報を出しましょうっていうことを誘導すすするんででよあこういういい情報が欲しいですでそう日本中で例えば地震系雨量系いろんなものがいっぱいありますよっていうけどもう最大のの、ね、セセンンササーーはは人人間間ななんんですよ人間は万能型のセンサーなんだだけど専門性が低いから何取っていいかわからない。 だけけどインンテリジェンスがついてるわけなのでそのインテリジェンスに専門的な知見でこういうものを取ってくださいっていうと万能型のセンサーはそこにその通りに動いてくれて共有するのうん、うん、そうするとねそのなんだろうな、えー、と砂浜の中から砂金を探すっていうのは今のツイッターの分析よ。 あの生産するるいううのが僕が言ってるようなやり方で,うん、うん、でそうするとフェイク情報なんかもはるかに外せるしもう短期間に有効な情報だけがバッと集まってでしかもそ,のそこの地域の地域特性が仮に知らなくても専門家の方が知ってさえいればそれを補うことができるんでインテリジェンスがあるから。でそういうのを AI 等で使ってデータあの、えー、ガイドする側をうまく作れば。 もうはるかに効果的なものが作れるから、そういうお作りになったらいい。そうですね。本当。それは僕研究室でもそういう論文も書いてるから、うん、うん、それはぜひあのごたいなと思います。はい。なるほど。ね、確かにこういうところであのいろんなつながりができるのはまたこの番組でいいところでして、え、だかなか僕の弟も10年ぐらい前に研究したやつが、あの大学院東大に行ってたんですけど、そこでやったのがまさに本当にあの。 あの避けたビッグデータがうんぬんっ,とまっ,っていう時代のちょっと前まだスマホ全員持ってるとかっていう頃持ってはいたけどこんなに流行ってなかった時代にうん、うん、地震のあと、えー、橋のひび割れとか地面の割れてる部分を写真撮ってある機関に送ると1万円あげるっていうシステムを作ったら結構バンバン来てそっちの方が ドーッと調べるやすかったったていう、うん、そうするとそ,のそういう個人個人がいっぱい日々あれを探しに行くって、まあ、最終的にちょっと一、まあ、人日々自分で入れてとった人だ <laughs> <laughs> そうなっちゃうところもあるんでこれ性善説に基づいてやってることなので <laughs> まあでもそうい,うのいっぱい本当にい、うん、いっぱいまあ,あるんだななんてあ大変だなっていうふうに思ったりとかしてそこで確かにこのアンケート書いてくれっていう、うん、なんか言うのって確かに分かりやすいなってあの人間ドックみたいなもんですよね。ここここれれれれととととやっったらううううなるよっていう、うん、そういいいそものがあればいいと いうことまさに企業として、ねうん、今までのお話でサポートできることってどのよううにやられてますかそうですかそでねあの先ほど言ったように防災あの先生も論文から書かれていますけれども、はいまあ、日本というのこの強さというのは災害が起きるためにしっかり教訓を残していくというところがあるで、うん、その教訓を社会に実,証実装するために実証をしていくというところを繰り返していますのでこれというところはないんですが非常にあの先生のご意見であるとか先ほどのアイディアというところはです、ね、持って帰って。 ししっっかり検討したいいなとううふうに思っていますもちろんですけど自治体はもうかなり覚悟を決めて本気で話を聞いてくるんですよねそうですねあの厳しいことも当然言われますあの本当にです、ね、このシステム何人何人を使うことを想定してるんだっていう使いやすさとかっていう問題であったりですとか、うん、本当にあの現場のことが分かっているのかというところは厳しいところをご用意頂いてますがあ<ー>、まあ、そういったことを繰り返しながらですねあのしっかり控除 だけではなくですね。事情も含めた形でのシステムを作っていくというところだといううに思っていますに事情のために一番必要なことって何ですかね？奥村さん、次女のために<ー>もう10。まあ、ちょっとさっきも言った。感情に訴えるとかいうのは僕やりすぎだと思ってて。あのあんなに被害者の人、いつまでも追う必要あんのかってつくづく。僕も自分でワイドショー的なニュース番組に出てて。<ー> でながら思ったんですけどこれ必要ですかねなんて言うと、うん、そこから23子呼ばれなくなるんですけど <laughs> まあでもいつか別に俺芸人だし関係ねえと思って一応行ったりとかしたんですけどこの「事情を深めていくためには何が 自由化、まあ、もちろん本部とかもあるんですけど、本だって、そんな、順番とか、順番とか、読まないじゃないですか。すあの、なので、やっぱり目黒先生のお話に戻るかなと思うんですけど、はい、もう、あの、自動化するってところですか、ね。自動化。うん、備えの自動化。また、習慣の方に持っていくてことですね。うん、そうですね。あとは、その、なですが、もう設備として整っているとか。もう、あの、スマホ一台あれば、避難の情報が来たりとか。避難の先が分かったりとか、うん、もう、なんか、すべて、こう、自動化することで。 その防災力が高まるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱこの 個々人にそのデータを活用するような,なんかリテラシーをつけるってすごく難しいことだと思って特にあの被災されてる方ご高齢の方も多くいらっしゃってそういったところの方を取材させていただくと情報源はテレビしかないとでテレビではマスに向かって言ってるから自分の地域がどうなるのかが全くわからなかったとでも本当にあの半分ぐらい水に浸かりながら押し入れの,その2段目でなんとか夜を開けるのを待ったっていうようなお話とかも聞く中でやっぱそうなった。 そうなるとこう例えばテレビが自動的についてであなたの家は危険な状態になりますのでこのタイミングで避難しましょうみたいなあ、うん、その自動で、まあ、だからその個人情報の問題とかいろいろと出てくるとは思うんですけれどもれできると思うんですけどね今デジタルってつながってるはずなんでね赤大きい、黄色でゲームできるじゃなんですから、ね、リモコンでね、はいうん、本当できそうな気がするんですけどねどうしてもその情報の管理みたいな。うん 保護的な感じが邪魔するってことですよね。これに関してはそうですね。なのでどこまでそれまああの,あの個別避難計画の時もやっぱりその個人情報の問題がすごく大きな壁になるっていうのを自治体の方とかまあ地域の方から分かるのでなんかそことその命を守るっていう部分をどう共存させるのかっていうところがまあ課題でもあるのかなと思うんですけど、ね。そ,それはね。はい、情報に関して言うと大きくは二つの問題があるんですよ。一つは技術的な問題ね。 でもう一つは僕は体制っていうふうに言ってるんだけど、うん、体制っていうのは組織と法制度に分かれるの。で情報をちゃんと最終的に利活用してもらうためにはまず収集からあるのねで次は分析整理その次が管理次が配信利活用そのそれぞれにどういう課題があるかっていうことを分析するともう私は技術的にはほぼ 課題はないと思ってる技術者がどん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 そこはイノベーションしてくれるからだけど体制ねそれを集めるための組織化の問題とかね消防が何であれだけ早くいろんな情報を集められるかっていうとでもそれがないとで今何が一番問題かって言うとおっしゃるように法制度の部分がより問題で常に後追いなんだよ。今の技術に法制度が キャッチアップできてないのだからやれば絶対いいことがあのできるというのは分かっているんだけどそれができないっていうね、こういう壁にぶつかってるんですよでここは政治家がちゃんと変えないとダメなところですよ技術者がいくらいいことを言ってもそこでぶつかっちゃってる非常に残念なことですねなるほど確かにそうですね分かってるんですけどね一回考えればいいんですけどその一回考えないんですよね その前に、一回一個吸うんですよね。なんか。<laughs> いやいや考えることより、もまず一回で、なんか電子タバコ吸ってからにしようかなぐらいの、そのうちもテレビ見ちゃうんだよな。うんうん、なんか、ね、家族いると、やっぱ話始めますけどもね。なるほどね。うん、でも、あれですね。あの、あの、本当に、あの、打ち合わせでも言ってた。はい、でも、この日本の。僕は、あの、本当に、この人、素人なんて、勝手に、こんだけ地震、が多いし。うん、で、先ほど、あの、本番前にね、あの、メガド先生が言って、あああと思った。あの、大きな地震でも。 ね、この被害をいっぱい防げた場所があるんだってマスコミがミスリードしてるっていうのを本番前におっしゃっていただいてなるほどと思った日本は実はあんな大きな地震があってもとんでもない災害の被害だったけども逆に言うとあの被害ぐらいで抑えられたっていう実績があるんだっていうこの防災を世界に輸出できるのかどうかっていうのを。 あの例えば、水、上下水道の水だったりとか、うんえー、なんかそういうのできるんですよね。できそうな、どうなんですか?。あ、実際には、はいまあ、いろいろありますけど、私たちの、会社としてもですね。はい、あの、じょ、情報を伝えるという技術に関しては、東南アジアの国などにですね。導入の方を、ま進めているところもあります。じゃあ、東南アジアからぜひとも、あの、こちらの方に。そうで実際もくださいというふうな。まあ、そうですね。来て提案というとから、提案をいるという。はい これはもちろんし重さんはそそういうのを作ってるわけでそうですね、はい、特にあの日本って本当にあのいろんなバリエーションのような災害が結構起きると、まあ、世界でもそこは危うな環境だと思いますのでやっぱそういう中で、えーまあ、日本で例えばこういうやり方をしたじゃあ他の国東南アジアとか、うん、あそれ以外のところとかでじゃあこういうことに応用できるよねというある意味そういういモデルを作ってこう輸出するという、うん、まあそういったことは非常にしやすい立場にはあるのかなと思いますし、うん、むしろまあすべきなのかなと思います、ね。うん、現実に 輸出してるんですかしてるしあとね日本だとね個人情報とかで、うん、あのさっき言ったようにやれば絶対いいことが分かってるけどできないなんていうのが途上国では意外にすっと通ってできたりするのう、うん、っですね、うんうん、そうするともう日本の技術なのに向こうの方で,、うん、での方が脚光を浴びてうまく貢献できてるなんていうケースもありますね。というってことはそれをでもうまあ 実証してみて、あ,あ、確実に意味があったんだと。だから日本をやればうまくいくのにいったまさにそこなんです。そういうこと、そういう、うん、そういうのもまあ逆説的に入ってくればいいんだけど、うん、それでも結構めんどくさいこと言う。わ <laughs> あ、本当に僕たちは外から言われない限りね、今のジャニーズの状況、うん、の記者会見もそうですけど、言われたらやってるんですよね。うん、そういうことありますよね。そうですね。うん、はい、ありがとうございます。えー、議論が続いていたんですが、こちらで終了となります。<ー>はい、小坂さん、キングオブコメントのトーク。誰がします。はい。はい えっとニュースピックスに寄せられたコメントや質問を紹介していきます。はい、どうでしょうか。はい、えー、高齢者層の I. T. リテラシーの問題が難しい。まさにさっきおっしゃってたような。テレビをまあ見る、見るしかないというか、もう、ね、スマホもなかなか難しいですよね。情報ね。スマホを持ってたとしても、使いこなせない、うん、っていう情報を取りに行けないっていう方は多くいらっしゃるっていうことですね。そうですね。ありがとうございます。えー、そしてニュースピックスからも質問来ていますでしょうか。はい。 地域で防災力を上げる方法を教えてください、そのまあ、地域のまさに自治体の話、目黒さん、いかがでしょうか、うん、これも防災対策をきちんとやっている地域が、はいえー、いい地域なんだっていうふうに評価する仕組みなんですよ、マンションでも何でもそうなんですけどね、そこに住んでること自体がブランドになると、ここに住んでる人、ここはいい地域なんだ、そういうのがきちんと見える化することが大切なんですよね。うん うん、そうすると、もう、えー、そこに住んでいる人たちはみんな意識が高くちゃんとした対策を取ってでお互いにこう支援し合う環境も整っているよっていうようなのをきちんとアピールできるようになればそれは素晴らしいですよね今、そうやって頑張っていらっしゃる地域かなり出て生まれてきますよ。奥村、うん、さんいかがでしょうこちらの そうですね、はい、あの私もそのやっぱりマンションの防災訓練に携わらせていただいているんですけれどもやっぱりそのマンションでその防災訓練をやることによってその住んでいる人たちの関係性がすごく良くなったとっいう,ような話も聞いていてなんかこう防災に取り組むのってなんか面倒くさいとか,あのなんかやりたくないなって思う気持ちではなくてなんかより良い地域とかより良い 環境になるんだよというところで、アピールしていくとかあとはなんかあお祭りと一緒にやってたりとかスポーツ大会と一緒にやってたりとかその防災訓練をスポーツに掛け合わせてやったりとか、はい、お祭りをするというので子どもたちを集めてそこの中で防災の情報を伝えたりとかそういった地域もあったりするのでなんかこう楽しんでできると続くのかなと思ったりしますすそうですよねなかなかこの災害経験してないとやっぱりこうリアルに感じられないというか、うん、なかなか参加もこう積極的にできない地域もあると思うんですけどね。はい 安倍さんもいかかがですかそうですすそうねやっぱり地域のつながり、まあ、ちょっとあの遅延からもう少しこう変わってくるようなの地域のコミュニティの形になってくると思うんですけど例えばシェアリングエコノミーみたいな形でですね、はい、平時の段階でいろんな方とこうマッチングつながるというところをですね危機に先ほど言ったあのフェーズフリーのところに戻ってくるんですけれども、うん、まあ平時のつながりをですね、まあ、新しい形で作ることがやっぱり地域の防災力、さいては防災力の向上につながっていくのかなというふうふに思っています。 しっ結局先おっしゃった協助っていうところも大事です、ね。そうですね。ただあの協、うん、助やれって言われるとなかなか難しいと思うので、日常的なその利便であったり、こう便利便利なものですとか、個人にとってメリットを感じるところと絡めながら進めていくことが必要かなというふうに思っています。うん、はい。ありがとうございます。もう一つ質問が来ているそうです。出ますでしょうか。はい。えー、社会システムの中に防災の機能を組み込んでいくためにはどういった枠組みやサービスが有益でしょうか。 まさにあの先ほどおっしゃっていた、はい、西毛さんいかがでしょうか。そうですね。あのまあまさに今のあのお話にもかなりつながる部分だと思うんですけれど、はい、私一つはやっぱり動機づけ。 をその仕組みの中にうまくこう設計していくというか織り込んでいくということは結構大事かなと思うんですよね。で私たちの場合だと例えばあの自治体とその地域防災力を高めるための取り組みみたいなのをやってるんですけどその一つとしてあの、まあ、いわゆるアプリですね私たちが出している「ニュースダイジェスト」というアプリを、まあ、実際にその地域住民の方に使っていただいて、まあ、その災害までいかないです道路の陥没とか何、うん、か身近なインフラのそういう報酬みたいなさっきの日々のお話とかも似てますけれど、うん、ああいった情報を、まあ、とりあえずこう訓練という とことで皆さん住民の皆さんにこう協力してもらって、あと投稿してもらうと、で投稿してもらうと、まあ、それに対してこうポイントが、まあ、わずかですかお買い物に使えるポイントがもらえるという、まあ、そういう仕組みを実は提供しているんですね、でそうすると、まあ、要は地域の安全安心につながる情報を提供すると、まあ、ポイントがもらえると、お得になると。 まあそういいったそのインセンティブを実装しているわけですねこれもまあ行き過ぎるとち報道倫理の問題だとか、うんはい、あるいはそのデマフェイクニュースの誘引とかになりかねないのでそこのバランスはものすごく慎重に設計はしてるんですけれども今のところやっぱりそれをやることによってそれこそさっきの,あの高齢者の IT リテラシーの話とかもありましたけれどあの結構実際にスマホでこう投稿してみたら意外と簡単にできたとかあ体験して自分がいざという時にこう使ってみるイメージが湧いたみたいなそういうお声も。 いただくんですよね。まあ、こういった形で実際にそういうまあインセンティブの含めた仕組みを設計して作ってで実際にこう皆さんでこう使ってみていただくというそういった枠組みをこうあのしっかりオペレーションしながら提供していくということができると、各所でできるとまあこういったことが実現するのかなと思っていいまます。す、うんはい。ありがとうございます、はい、小坂さん、金剛を込めていかがでしょうか。 このちょっと今日この分だけ見ちゃうと説明がいい,あのい,いそうなんですけど今日の会話議論全体のお話を聞いてここにあのあの僕はあっと思ったとっいう,うあってなんか気づきがあったということにして選ばせていただきましたはい芽郷、はいえー、先生の,あの防災をコストからバリューつまりあのかっこいい、うん、まさにそうというふうに言われたコスト防災というのはバリューに変えていってそこに企業価値も増えてくる。で やっぱりこの継続的な防災っていうワードこの、ね、持続可能っていう言葉がまあずっと今入ってるこの持続,でき持続できる防災っていうものが実は意味があるんだって僕最近本当最近家を作ったんでその時にちょっと高いんだけどやっぱり売れる時に防災きちっとやると土地も高さとかも踏まえて。あのー あのね、洪水になる、ならないとかを踏まえて、うん、ここにしたらちゃんと売れるっていう設定して子どものことを考えたらすごいいい価値のものが買えたと。うん、ってことはやっぱり防災って価値があるんだっていうふうに捉えていくのがいいんだなって今日気づいたので、うんはい、先生僕のトロフィーもらってもらってもっていいですか。 えっと、皆さんがおっしゃってたらまさにそうで,でこれをビ,もちろんビジネスするとすぐ金にするとか言いますけどはっき言った、うんです。 金がどんんだだけか,かるんだって話で,うで、ね、金にしていいんだ、えー、そうっよね儲けてもらったほうがいいのよ、うん、儲けてもらって社会貢献もしてもらわないとサステナブルじゃないんですよ、えー、防災で金儲けするとは何事かっていうような人もいるけど、うん、素晴らしいことなのうんそうですね、うん、そうなの、うん、そこ、えー、はもうなんか僕もなんかお金を稼ぐの悪いことっていうのはもうもういいしょねあのどんだけ不便だって話で。 でだからそこら辺がまさにバリューあそっかバリューっていいなっていう,ふうに言葉として、はいかかがでした本やっぱ防災って、ね、従来はね大きなマイナスをちょっと減らすみたいなね何しろマイナスな感じが多かったわけよ、でそれも変えたいわけ、僕らはねだからポジティブな方向に持っていくことによって皆さんが、えー、意識高く進みやすいような環境を作りたい。 っていうことこなんですねね従来は、ね、もう1つ言うとね、ね従来はね課題があることに対して一個一個その課題に対してのソリューションを提示してそれを仕事にみんなにしてもらおうと思ってたのこれ、ソリューション提案型ビジネスっていうんだけどそれだとそれに関係する人しか入ってこれないんだよなうん、うん、でそこで僕らはプラットフォーム型っていう形にして今、フェーズフリー防災。これは フェーズフリーだよっていうことを言ってるだけで、と皆さん、個人の会社の人たちがねそれぞれあ僕がやってることもフェーズフリーかもしれないって言ってうん、うん、乗ってこれるんだよ、うんうん、これの方が大きなムーブメントを起こせるっていうことで、まあ、今、ちょっと変えてソリューション提示型からプラットフォーム提示型にっていうことで頑張ってますね安倍さんの、ねね、先ほどフェーズフリーのお話されていました。 まさにあの市場防災市場というところしっかり形成しながら持続的にねはいあのビジネスということをなかなかですね現場でこうしづらいところがあったんですが今日は目黒先生に勇気づけられたかなかっこいい防災リュックとかすげえかっこいいマグライトとかすあれお好きなんですよねすげえ買ってるんですけどねありがとうございましたはい皆さんありがとうございました防災がポジティブに前向きに捉えられるっていうこととてもいいですねこの方向にかかれば最高ですね。 そうですね、すねはい、はい、あのこういう番組で防災を取り上げていただけたのもすごく嬉しいです。ああ<ー>、やっぱりビジネスとして防災が果て、はい、あの今目黒先生の研究会で。あのお邪魔させていただいてるんです。る、ね、防災ビジネスを創造し、育成する研究会だね。はい、あ、そこにも聞か。はい。言れて。もう二十年目っての。はあの。え何か、ブレイクスルーできるようなビジネスを立ち上げていきたいなという、気持ちが高まりました。ありがとうございます。はい はい本日皆さんありがとうございましたそれではまたお会いしましょう。さようなら